じゃあまあそんな感じで始めていければなと思うんですけど、まず最初に僕の方で自己紹介を簡単にさせてもらうと、僕が荒岡修法って言って、でまあこのイベント自体はそのオンラインコミュニティの企画の一つっていう感じでやっていて、今はそのオンラインコミュニティっていうのを主催しています。で、そうですね。普段はドイツのライプツヒっていうところに行って、で、サッカーだったりトレーニングの指導っていうことをしています。で、所属としては今は RB ライプツヒっていうクラブのアカデミーでフィジカルコーチをしています。よろしくお願いいたします。はい、そしたらじゃあゴリの方から簡単に自己紹介していただければなと。はい。本日は皆さんお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。井上智樹です。名前にゴリが入ってると思うんですけど、高校からの、ニックネームで、由来は、サッカーのプレースタイルがゴリゴリだからっていう、そこからゴリっていうニックネームを付けられたのが由来です。はい。で、今回のその、イベントのフライヤーのところの自己紹介でも書かせていただいた通り、もともと生まれが海外で、オランダで生まれて、で、その後1年、オランダで過ごした後、アメリカに渡って、そこで大体、2年半から3年ぐらい。なので、4歳になる前、ですね、幼稚園入学のタイミングで日本に戻ってきて、そこからずっと大阪で育ってます。そう、大阪のな方中でも北摂の吹田なので、吹田っていうところなので、比較的そういう大阪の、なんていうんですか、そういう関西弁の訛りはあんまり強くない方ではあるんですけど、やっぱり大阪は大阪なので、いろんなそういう大阪のね、文化を、いろんな影響を受けて育ってきたかなとは思ってます。で、その後21の時、大学は2年の時の終わりに中退してて、その後1年後ぐらい、21歳の時に、仕事でサッカーの指導者として、シンガポールに行って、そこで1年半、その後、ミャンマーに移動して、ミャンマーで1年やってから、日本に帰ってきて、今は外資系のホテルで、フロントでホテルマンやりながら、休みの日に小学生を、指導してます。いろいろ細かい話を話し出すと、ものすごく長くなってしまうので、また個別でいろいろ聞いていただければと思います。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ、そしたら、龍河の方で簡単にお願いします。は簡い、単じゃなくてもいい簡や。単に。丁寧に自己紹介してもらえればなと。はい、皆さん、こんにちは。今、ハンドボール、2部の、ドイツ・ブンデスリーガーでプレーしております、藤田龍我です。自分はですね、大学に、今、大学4年生なんですけど、大学1年の時に、もうすぐに、デンマークにまず、そう、ヨーロッパでプレーしたいっていう気持ちが高校の時からありまして、で、大学入ってすぐにデンマークに行ってプレーして、で、大学2年の時に、今度、志保さんのいるライプツヒで、1年プレーして、で、大学3年の今、このヒュッテンブルクっていうちょっとフランクフルトに近いところでに移籍して、2部のチームに移籍して、今現在プレイしてるっていう、あれですね。はい。で、そうですね。はい。まあ、そんぐらいしかないですけど、自己紹介しても。はい。で、高校の時は、全国大会で3連覇してまして、で、その時の、キャプテンだったっていうこともありまして、で、まあ、その海外でのコミュニケーションもそうなんですけど、まあ、キャプテンとしてのコミュニケーションだったりとか、そのチーム内でのいろんなコミュニケーションあると思うんですけど、戦術の中とかでもいろいろコミュニケーションってあると思うんですけど、そういうのでもぜひ、なんか質問等ありましたらいつでも、質問してください。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。
めっちゃ緊張してるっしょ。いや、真面目に話すとこういう顔ですよ。真面目に話すとこういう顔。真面目に話すといつもフラフラ笑ってますけど。はい。そっかそっかそっか。はい。そっかそっか。でも何、今までなんかそれこそコミュニケーションっていうところで、多分海外に初めて何行ったりとかっていうところでちょっと苦労したりとかもあったと思うんだけど、なんかどんな感じだったとかってある？はい、苦労はもうなんで今でも苦労してるんですけど、うんうん、やっぱり最初にデンマークに飛んだ時は自分英語も喋れなくて、うん、で本当ハンドボールしかないみたいな状態で、飛んで、でこうやっぱりチームに馴染んでいくにはやっぱり絶対語学は必要だったんですけど、それよりなんていうんですかね、自分のこの人間性というか、なんだろう、周りと言葉じゃなくて、こう例えば笑顔とかそういうので最初はコミュニケーションを取っていって、でだん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 言葉もそのうちに慣れてきて慣れてきてっていう状態で行ったんで、やっぱりなんだろう、結構そうですね、苦労はもういつでもしますね、今でもしますし、今もやっぱりドイツ新しいチームに来て、でそれこそ今度はドイツ語を話してほしいとかチームメイトに言われたりとかもして、それも自分はやらなきゃいけないことなんですけど、でもまあ一生懸命なんていうんだ、いつも積極的に自分からっていうのを意識してて、意識してコミュニケーションを取ってるっていう感じです、うん、はい。デンマークの時は何語やったん？英語？あ、デンマークの時も英語です。英語か。はい。その一番最初さ、喋られへんかった時にさ、まあその今、はい、まあ、積極的に自分からっていう話があったけど、具体的にどうやってアクションを起こしてた、その当時？もう本当何も分かってない状況で、こう誰と誰が仲いいとか、例えばそういうのも全く分かってない状況だったんで、もうとりあえず外国人とさ、あの、なんていうんだろう、こう話すことにはめちゃくちゃ効果が、好奇心があったんですよ、自分は。で、楽しかったんで、うん、その話すっていうことが。なんで、なんていうんですかね、もうとりあえず、そのグループに入ってって、周りからしたら、なんだこいつみたいな、何も分かってないくせにみたいな感じで、多分見られてたと思うんですけど、でもとりあえず、こうなんて、いやいやみたいな感じから入ってって、みたいな、とりあえず行動ですかね。はい、であもうそのグループと一緒にずっと行動してるみたいな感じ？そうです、そうです。まあ、喋れないからってこう距離を置いたりとか、そういうことは一切しないで、うん、こう自分ができることとか、例えば、自分、寮に、デンマークの時は寮だったんで、それもちょっと良かったんですけど、こう寮だったら、例えば、そのリビングとかがあったりとかして、でそういうところにわざと自分から飛び込んでいってみたいな感じでしたね。まあ、英語も全然喋れなかったんですけど、そういう。意識はしてました。そのグループってさ、多分、まあ、いろんないくつかあるとは思うねんけど、なんかその中でこのグループと一緒にいようとか、はい、なんかそういう最初結構どっちかというと構えて様子どんな感じかってグループの様子見たりとかするタイプだったら、そこはもう何も考えずとりあえず近くに来た人、はい、いや、来た人行ったみたいな感じ。あ、もう自分はまだ見ずに行ってました。とりあえず喋れないのは喋れないんですけど、やっぱり話したかったし、外国人とコミュニケーションで取りたかったんで、とにかくもう積極的にっていうのを、なんだろう、意識してたのか、なんか自分の好奇心で行動してたのかがちょっと、今考えると、多分好奇心で、行動してたんだと思うんですけど、でそれで、はい、飛び込んでいってみたいな感じでやってましたね。え、みんな同じような感じで受け入れてくれた？あ、そこがちょっとなんて言うんだろうな、外国人の良さっていうか、デンマーク人の良さっていうか、すごいみんなウェルカムにしてくれて最初、はい、で
どっちかというと後からその、うん、あこういうグループとこういうグループがあるとかっていうのを見極めていった感じです。最初はもうとりあえずどのグループにも突っ込んでってというか、はい、行ってとりあえず仲良くなって、はい、でハンドボールはもう本当プレーすればプレーで見せたりとか、最初はそういうのもあんまりできなかったんですけど、すればだんだんコミュニケーションは絶対取れていくんで、自分の場合はあのスポーツ選手なんでいいんですけど、最初やっぱりその日常生活のコミュニケーションが一番大変でしたね。その飛び込んでいくのは、まあ覚悟というか勇気は多少は必要ですけど、はい。結構どのくらいでちゃんとコミュニケーション取れるようになった？そうですね、やっぱ多分3ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいは多分そういう感じでいたと思います。結構時間かかってると思いますけど。はい。チームから、あ、質問が、チャットで。はい。いただきましたね。チームからサポート。チームからはどんな、チームからサポート、ないと思います。そんなになんか、具体的なサポートっていうのはなくて、やっぱり一人、個人個人が、結構、デンマーク人も、なんだろうな、フレンドリーというか、だったんで、こう自分、チームが何かしてくれたというよりは、もう自分から行ったっていうことが多かったですね。うん、まあなんか。それを受け入れられてたって感じ、はい、全員から。あ、そうですね。まあ、とりあえず笑顔で、なんかスマイリーとか呼ばれてた時もあったんですけど、最初の頃。本当そんぐらい、ずっと、イェイイェイイェイみたいな感じで入ってたんで、はい、もう全然喋れないのに。でも自分の、まあ、持論としてというかはやっぱりそこが一番なんか大事かなと思ってて、なんか語学で喋れないから一歩引いたりとか、外国人だから一歩引いたりとかするとやっぱりコミュニケーションってちょっと難しいしっていうのはめちゃくちゃ感じるところですかね。このデンマークに最初に行ったときは、それ一番、はい。感じましたね。確かにね。逆になんか自分が引いちゃうと、からも来てくれへんもんな。そうですね、そうですね、そうですね。本当、なんだろう、日本人みたいになんか気使ってとかが、逆に、なんだ、まあまあ、それは人によるんですけど、人によるんですけど、ほとんどやっぱり自分からこう距離を離しちゃうと、やっぱり相手からなんだろうな、ガツガツ来てくれるかって言ったらそうじゃないんで、やっぱりそこは一歩頑張って近づいてみてコンタクト取るっていうのが大切だったなと思いますね。語学よりやっぱそこが最初は。で、僕の場合はハンドボールで留学っていうか、まあ、デンマークに来たんで、その語学を試すとかそういうのじゃなかったんで、もうハンドボール楽しむとか、プロになるためっていう、それだけだったんで、その、やっぱり距離を取る必要もなかったですし、はい、っていう、はい、側面では、はい、よかったなって。その時って周りに日本人おった？いやいや、いないです。もう、ドイツ、デンマークのもう本当、北の方のもうめっちゃ田舎のチームで、もう、周りも畑みたいなところに、日本人なんか絶対いないような、村みたいなところに住んでたんで。はい。そうなんや。じゃあ、まあ自分からそうやって結構、まあ、積極的に関わるように、してたら周りも結構そういう、はい、なんていうかな、ケアしてくれたというか、助けてくれた。そうですね。はい。うん、まあ自分で言うのもあれですけど、まあ気に入ってくれた。その、はい。で、自分以外にも他の、デンマーク人以外の人が来てて、オランダ人だったが来てたんですけど、その人はもう一日中ずっと部屋にこもってるような、やっぱり距離。
距離を全然こう詰めないような人だったんですよ。で、自分そこも見て、ちょっと今日、うん、まあ、教訓というか、ちょっと、こうしちゃダメだなと思って。逆にその人どんな感じになってた、その後、チームとの関係性とか。いや、もうすぐ帰りました。母国にすぐ帰りました。はい、もう、練習も来ても一言も喋んないし、みたいな感じで。全然楽しそうでもないし。やっぱりその、はい、そうなると、技術の向上もやっぱつながってくるのか、あんまりうまくいってなくて、すぐに帰ってましたね。でもそれオランダ人とかやったら英語も喋れるわけやから、コミュニケーションには問題はなかったわけやんか。はい。そうです、そうです、そうです。もう全然自分より英語なんかペラペラですし、でも、やっぱりコミュニケーションが取れない、何かしら原因がその人にあって、はい。だったと思うんですけど、じゃあ逆に自分からゴリさんにいいですか、うん、ゴリさんは逆に初めに、初めにこう、海外にこう飛び込んだ時にどういう状況だったかっていいですかね、質問しても。ああ、自分はデンマークでそう自分から飛び込んでってグループを作ってって輪を作ってったんですけど、うん、ゴリさんはどういう感じでした？これは結構、まあ、特殊なケースかもしれへんけど、その、はい、まあ、そもそもちっちゃい頃生まれた時から海外おって、で日本帰ってきてっていうので、やっぱりそういうちっちゃい時から海外への興味っていうか、はい、憧れみたいなものはずっと持ってたから、そこでやっぱり海外に出るっていうことに対して、はい、あとは外国人と接するっていうことに対して、はい、ものすごく多分他の純粋に日本で生まれて日本で育ってきた人に比べたらハードルが低かったっていうのはあると思う、はい、一つで、そうです、はい、うん、あとはでもその海外俺が出た時っていうのはシンガポールとミャンマーはっていうのは一応その日系のサッカーチームで、まあ多分調べたら出てくるとは思うんですけど、アルビレックス新潟の系列でシンガポールとミャンマーでサッカースクールでやってたので、シンガポールの時とかはそれこそ確かにシンガポールではやってたけど、スクール生の9割5分は日本人で、日本人相手にしてて、シンガポールでは特にやっぱりそういう外国人に対してどうこうとかっていうのはなくて、逆にミャンマーに行った時かな、ものすごくいろいろ感じたのは、ミャンマーで行くと、そのレッスンの、まあ、10あったらそのうちの半分は聴覚障害者の方に対してのレッスンが、はい、半分ぐらいあって、残りの半分を日本人と、はい、まあ、インターナショナルスクールの方でやるみたいな感じで、はい、まあ、日本人の子と、はい、まあ、インターナショナルスクールだから英語使って、レッスンするところと、で、はい、まあ、その手話を使ってやるっていうので、手話、はい、そうやってて、まあ、そこでいろいろ、まあ、そのミャンマーに行ったのは1年やけど、その1年で、はい、まあ、3つ比較できたっていうのも大きかったかもしれへん。ああ、そう。はい。あ、うん、いいよ、ごめん。なんか特別意識したこととかっていうのあったりしますか？コミュニケーションのことにおいて。はい、はい。特にその聴覚障害者の方とかなんてどうコミュニケーションを取っていいのかっていうか、まあ、自分そういうの勉強もしてないんであれです、そういうふうに思うんですけど、どうやって接していったら、はい、いいのかなと。やっぱりその多分向こうの聴覚障害の方もそういう普通の健常者とコミュニケーション取り辛いっていうのは分かってるっていうのがあるから、あ、はいはい、そのやっぱりそういうコミュニケーションを取るっていう部分において
相手のことを理解しようっていう気持ちと、自分の思ってることを相手に伝えたい。